皆様こんにちは、山芋です。本日はこちらのドラゴコーンが前と何が違うのかっていうのと、新しいバッグアクセサリーをね、いただいたので、そちらの方の紹介をしていきたいと思います。じゃあ今からドラゴコーンに乗ったアプデ前とアプデ後の姿をお見せしたいと思います。ちょっとだけね、なんか違いがあるので、皆さんもぜひ確認してみてください。はい、こんな感じで、なんかちょっとだけアップデ後の方が、なんか乗るのが遅いというか、なんかちょっと銃に撃たれやすいのかなっていう感じがしますよね。まあわからないですけども、実際どうなのかはちょっとまだ検証はしてないです。ちなみにこちらデッドプールのバックアクセサリー可愛いです。クマちゃんもめちゃくちゃ可愛いです。この特にこのクマの方の赤いオリボンは光沢があって、なんかね、メタリックな感じがしません？めちゃくちゃ可愛いんですよね。いろんなアイテムに、いろんなアイテムってなんだ？いろんなスキンにつけて遊んでみたいと思います。ということで今日はこんな感じの短い動画でした。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。